毎回額膨れんの遅いけど、もうレッスン明日やのにな、全然連絡ないな。もしかして明日休校かな。ちょっと連絡してみよう。あ、もしもし、ミカちゃん、明日のレッスンやねんけどさ。あー、リーちゃん、本当にごめんね。もう学校にいなくてさ、明日の朝でも大丈夫？は？明日の朝？レッスン2限となっておりますが、無理、絶対。いや、そらさ、私から楽譜くださいって言えばいいってことぐらい分かってる。でもなんか違うくない？それ違うくない？明日は私の初見のレッスンなのでしょうか。きつー。ごめん、今日中にもらえたら嬉しいねんけど。そっか、じゃあこれからりーちゃん家持っていくね。なんかごめんな、ありがとう。いや、なんで結局私が謝ってん？どうなってんのこれ？どういうこと？どういう状況？謝ってしまう。そう、なぜなら悪気は全くないのだ。性格家特有の天使の微笑み、全く悪気のない心。いつもそれに私は負けてしまいます。てか本当に適当でいいからね。本当にごめんね。1音だけとかでも本当に大丈夫だから。1音やったらお前弾けるな。私それに行く意味はございますでしょうか。てかさ、普通1週間前くらいには楽譜渡すよね。少なくとも5日前、4日前、3日前、2日前ってことはよ、先生からしたら弾けてないのは私、練習していないのは私、悪いのは私になりますよね。つら。アンサンブル能力がちょっとでも上達したらなって思って引き受けた私の向上心を返せ。ま、初見能力は上がりましたけどね。あ、うん、全然大丈夫。うん、頑張りまーす。